はい、こんにちは。トップのマッチアップ対策を行っていきます。今回はオーン対レネクトン。まず OPGG のデータではオーンの勝率が 54.12%、 レーンキルレートもオーンの方が高く 53.45% になっています。レネクトンにバフが入った後なんですけど、オーンの方が強いですね。圧倒的な差ですね。そんなに強いか。レネクトンもクソ強いはずなんだけどな。この謎を暴くべく次にステータスを比較していきます。レベル3と11時点のステータスはこのようになっています。初期ステータスも1コア時のステータスも同様で、防御力がオーンの方が高くて攻撃力がレネクトンが高いと、分かりやすい形になってますね。 AR の差がとても高いので防御力の減衰率が 20% 近く減少率が違いますね。次にスキルを比較していくと、 Q の CD は同等、 W はレネクトンスキルレベル上げないので、CD はレネクトンの方が長いですね。で E は全く同じで、ウルトはレネクトンの方がだいぶ短いんだね。バフが入ったからね。 R の CD が変わりましたよね。次にスキルのレンジを見ていくと、オーンの Q のレンジが圧倒的ですね。レネクトンの E のレンジが450なので、 E のレンジ長いんですけど、それよりアウトレンジからオンは Q を打っていくことができるっていうことですね。次にスキル単体 AA 単体のダメージを比較していきます。レベル3時のダメージを比較していきます。基本的にスキルのダメージはレネクトンの方が高めですね。オーンのダブルとかまあまあダメージ入るイメージだけど、それよりもレネクトンのスキルの方が比較的高いですね。パッシブありなしで、このくらい、こんなもんなんですね。何割ぐらい？ 1.5 倍？そんなにいかないか。1.5 倍ぐらいは変わってるかな、でも。この差はでかいよね、初期だとね。でかいね。Q のダメージも1.5、パッシブありなら 1.5 倍だし、ダブルも 1.5 倍だもんね。パッシブありなしでね、だいぶ違うね。次にレベル11時のスキルのダメージを見ていくと、オーンはダブルを上げるんで、ダブルのダメージが分かりやすく高くなってますね。そうね、伸びがいいね。伸びがいいね。パッシブ Q、 レネクトンのパッシブ Q、 パッシブ W より、前段当たることがあれなんだけど、条件なんだけどオンの W の方が高いと。パッシブありなしの上がり幅ってのは当たり前だけど変わんない。レベルスケーリングはないですね。だいたい 1.3 倍ぐらい。パッシブ使ったスキルは積極的に相手ジャンプに当てたいよねとか、そんなもんかね。相手に当てた方が、有利はつかめるよね。パッシブ Q をむざむざミニオンに使うぐらいだったらね、無理やりね、一発当てた方が、無理やり相手に当てた方がいいよね。次に CC の有無を確認していくと、オンは Q と壁ありの E、 ウルトに CC ありますね。 CC 多いね、やっぱり CC 多いね。Q のノックアップは合ってないようなもんだけど、スローそこそこでかいしね。 40% で2秒、なかなかでかめだよね。あとはマーク付きの状態での AA とかでもね、ノックバック入りますね。レネクトンのダブルのスタンは 0.75 秒で、ヒューリーがあると、2倍の 1.5 秒にスタン時間がなりますね。 1.5 秒のスタンは結構長いですね。長いね。ヒューリーのダブルスタンにしちゃかなり長いね。ヒューリーダブルダメージも、ヒューリーの Q がダメージ高いイメージだったんだけど、ダブルの方が一応ダメージ高いんですね。相手を何秒で倒せるか、棒立ちのチャンピオンを何秒で倒せるかっていうのを試してみました。レベル3時は、15秒と 1.75 秒で、なんだかんだ言ってオンの方が早いですね。パッシブの AA と悪劇でも征服者あるしね、レネクトン。ただスキルのクールダウンがレネクトン長いもんでね、それの影響なのかな。思ったより早いですよね、オン。やっぱバカ火力出るからな。オンの DPS が思ったより。レベル111コア時でも、どっこいどっこいにはなるんだけど、 13.5 秒と 13.3 秒ってことですね。でオンは Q で相手の体力を削ってから入れるので、ゲームの展開的にこの差がオーンの方に近づいてきますね。あれ入ってないけどね、パッシブ Q の回復が棒立ちの相手にいたから、レネクトンは実際戦うときは Q で回復が入るからね、
もっとレネクトンの方に頼るかと思ったけど、うん、そんなこともないんですね。まあ、オーも硬くってレネクトンが武器積んでもなかなかダメージが通らん。次に、私たちで、チャンピオンのユエリフリー考えてみました。まあ、特質すべきものだけ挙げていくと、まあ、レネクトンヒューリー貯めなきゃいけないんですけど、その時に、オンの Q が飛んでくるですね。レンジが長いですね。オンの W にアンストッパブルがあるので、レネクトンの W に対して合わせることができれば強い。あとレネクトンはE で入ってそのまま E で離脱することがまあ可能。まあヒューリー付きの E ってあんま使わないと思うんだけど、 AR の現象が一応あるので、単回転には狙っていくっていうか使ってみてもいいかもじゃないですね。 25% っていうと150を4分の1にできるので 35? くらい思ったより高いですよ、そんだけ減ると。うん、うん、そうですね。ウルトの CD がレネクトンの方が短いっていうことがあるので、そこ気をつけて戦わないと結構辛い。ウルトありなしでトレードするとね、大変なことになるんでね。レネクトンのウルトもずっとフィールドの中によるとね、とんでもないダメージ受けちゃうもん。バフされたからね。ね、そこバフするって思ったけどね絶対強いよね、あんなバフのされ方されたら。まあスキルオーダーはオンは WQE、 レネクトンは QEW に今回はしました。でルーンはオンは不射なわけ機、レネクトンは征服者、オーソドックスなやつですね。では試合行ってみましょう。はい、では試合始めていきます。勝敗はシエサが30つくか2キル差がつくかです。11レベルまで何事もなければ引き分けです。A が全然違うやつに出た。相手から近づいてくるんだったら、ああ、足笛 A をぶち込むくらいしかやることないですね。自分からエンゲージするの難しいんで、のんびり。微妙、思った以上に微妙。あれ、なんでダブルを取れてないんだ俺は。なんか E のスキルが2つ上がってるんだけど、なんでレベル3以下のレネクトンとかゴミみたいなもんだからな俺ダブルを取れとったらあれは勝てたかもしれなかったのに、ね、なぜだ。いやフラッシュいらんかった。あでもレベル3以下でああいう不用意な立ち位置を取ると普通に負けますね意外と戦えるけど、でもやっぱりさすが強いだな序盤が。意外と戦えるは戦えるけど、あー一緒だとな。こうなっちゃうと A まで入れれないから辛いんだよな。やはりスタンにそれを合わされるともうね全然楽勝ですね。あマジでこれやだ火力がほらうあー当たんねえか、危ない。ワンコンで死ぬか問題だなこれ。まあまあ、まあ、ノックアップにさえ当たらなければどうということはない。
それは無理や。もう一戦しますか。もう一戦しますか。戦える。やっぱ温度戦える。一番初めのあれが余計だったな。あの致命的ミスが。じゃあ2回戦やっていきましょう。おい、なんか言えよ。さあ、やっていきましょう。やっていきましょう。急になんだ。なんか、レネクトン相手だったらレベル1ダブル取っても、なんか戦える気がしたんで、ちょっとダブル取ってみた。あんま変わらんな。Q の方がいいな。CS トレンクになっちゃう。危ねえ、悪液発動した。いやあ、あフルコンボだ、ドン食らった。よし、ただオウも硬くって死にやしないんだよな、ね、全然全然やね。硬くってて この辺低レベル帯はあんま変わらんやろ。とんでもないものが飛んできてしまった。ほら、いって。アッシュウェイマジで強いよね、このチャンピオン。強すぎる。ええ、いらんかったわ。即死だったわ。もうまだ死なんかと思ったが、思ったより。やっぱ、レネクトンのインに対してダブルだけ、ダブルさえ入れとけば、トレードいけそうですね、ボーン。やっぱりダブルがついてるとな、うん。ダブル A まで入れば、トレード全然できそう。痛いし、おまけにノックバックまで食らって距離取られてしまうでな。あのチョップのノックアップが有効的ですか。それだけでちょっとこっちのスキルの射程から外れたりするもん、ね、追っかけてこないんかい。まあミニオンの数が差があったんで無理に追っかける必要はないでしょう。しかしなぜこうも体力差がついているのか。ね、Q が当たるだけで全然違う。あ、効いてる。もうちょい粘れよ岩。ウルト外した。パッシブ強いぞ。あ、まとわりついてるだけで勝てた。ウルト外した。あーぶねー。ダブルユーチョに打ったのが間違ってた。いや、あのウルトやっぱ強いんだよな。やっぱダメージがすごいよな、ね、あんだけ体力差あったけど。おい、ペーさせろ。出ちゃった。もうない。で、さっき学んだね、レネクトンの方が、ウルトの CG が短いから、ここだけ注意やな。20秒ぐらいになったら、あいつもう CD 上がってるから。
あ、ウェーブクリアあるのがいいよな、オンは。そうね、キー吐いたら広範囲にダメージが入るもんな。痛い。死なねえ、危ねえ。危ねえ。勝てよ。あれワンコンなんで、あの HP。おー、ここタンクの薬めちゃくちゃ火力出しやがって。ワンコンなんすごいよね。ああ。あの辺からワンコンですね。まあちょっと木さん甘くて A が一発ぐらい余裕必要だったけど、思ったより。多分サンファイアができてしまえば負けないって感じだね。防御力50上がるもんね。うん、めちゃくちゃ上がるもん。これ多分さっきのキルでサンファイアができるかもしれんもん。やあ、あー、痛い。知らないんだ、さすがに。ウルト避けられちゃったらきついね。よし。はい。おお、強いね。ダメだ、硬くて知らねえわ。上は。硬いね、やっぱね。当てよう。あの、ダメージチェック、さっきやったけど、硬いっすね。これでスケーリングも全然レネプトンよりいいはずだから、はい、まあレネプトンよりかは圧倒的にいいだろうね。はい、ジージー、今回の勝者はオーンでした。レネプトンのインに対してダブルさえ返せばやってきますね。パンを無効化されるとだいぶ辛いね、やっぱり。そうね、そっから A 入れられちゃうからね、コンボしてる間に。うん、これからもマッチアップ動画作っていくので、ぜひフォローしてください。 1v1 練習用のディスコードサーバー立ち上げたので、ぜひ参加してください。ではでは。